今回のゲストは前回に引き続き株式会社コージェントラボ代表取締役飯沼淳43歳。最先端の AI 技術を使ってこれまでにないサービスを提供している。その一つが一人一人特徴が異なる手書きの文字を AI がデジタルデータに変換するサービス手書きだ。私たちの身の回りにはさまざまな申請書や届け出、アンケートなど手で書き入れなければならない書類が無数にある。こうした書類をデータ化するためにこれまでは人が一つ一つ読み取りコンピュータに手で入力していたが、時間も手間もかかる上ミスが起こる可能性もある。しかし手書きがあればどれだけたくさんの書類があっても AI が素早く正確にデジタルデータ化してくれるのだ。だからほとんど手書きがないところっていうのはどの産業でもないんですから、みんなありますよ。ものすごく業務効率と労働時間の削減という形にはつながっています。そしてもう一つの AI サービスが解読。ネットニュースや SNS のコメント、学術論文、小説などありとあらゆる種類のデジタル化された文章を AI が読んで理解し、意味が近いものや関連するものなどそれらの文章を正確に分類できる。これを活用すると証券分野でもね、結構この使えるんです。例えば出来高の予測とかね、まあ、知的ワークをいかに効率化させるかという意味で非常に役に立つものだと思いますね。前編では飯沼が生み出した AI 技術の革新性と社会に普及させる意味を語り合った。後編はちょっと意外な飯沼の経歴から始まる。飯沼さんはどんな少年時代過ごしていらっしゃったんですか？まあ、スポーツに専念した時代は多かったと思います。小学校の時も中学校の時も高校もそうですね。日々何かしらのスポーツに専念をして取り組んでいたっていうのが一番覚えています。優等生だった、それともこうやんちゃな感じだった？ですね、勉強はそこそこできたと思います。はい。で、まあ、学ぶという行為に関しては今ご質問いただいてパッと思い出すのは、父も経営者だったんですけど、父と過ごす時間っていうのはすごく多かった記憶があります。なのでその父からいろいろ仕事のことであるとか父なりに考えている会社のこととかっていうのは小さい時から少しずつ聞いてたような記憶はあります。ご兄弟は？は兄と姉がいまして、兄が今実家の工場を継いで埼玉県で芋の工場、川口なんで芋の工場をやっています。昔から続くというか大正時代からそうですね、ある芋の工場ということ。はい。小さい時から実家の横が芋の工場でしたんで、ちょっと時間があればそれに行きますし、高校大学の時に家業を手伝ったりとかそういうことは多かったです。そうなんですね。 IT 業界のトップランナー飯沼の実家は大正時代から続く芋の工場。作っているのは医療機械の部品など特殊な用途のものが多いという。金属を溶かし砂で作った型に流し込み、冷やしてから取り出す。シンプルで堅実な仕事を創業当時から守り続けている。これは鋳型を作るのに使う砂。少年時代の飯沼の遊び場だったという。少し粘土質の砂なのでこう握ると固まるんですね。でそれが面白くて、僕や弟なんか子供の頃よくここに遊んでに来てちょっと職人さんの邪魔になりながら遊んでました。大勢の職人を束ね経営者として生きる父親を見て育った飯沼。いつか父親のように自分の力で人生を切り開きたいと思うようになったという。そんな思いが花開いたのは大学進学後。飯沼が選んだのはなんとスキー。プロになり腕一本で生きていこうと当時まだ知る人が少なかったフリースタイルスキーの世界に飛び込み、
海外を回って腕を磨いた。しかしある時壁にぶつかり断念。次に飯沼が選んだのは IT の世界。日本ではまだクラウドという言葉がほとんど知られていなかった時代、将来独立し経営者になるために最先端の技術が生まれる最前線に身を置くことを選んだ。その15年間はどんな15年間だったんでしょう。毎日は非常にエキサイティングで面白かったです。やはりクラウドのサービスがマーケットに広がっていくというまさにその領域だったので、入った時にはですね、日本にはユーザーさんは一人もいないと。で今ではまあクラウドサービスを皆さん普通に使っていくんですが、クラウドというサービス自体も皆さん知らない中でどうやってそのマーケットを作っていくか、こういったことを15年間学ばさせていただきたいのはすごくありがたかったです。これまでのその若き日々の話を伺って、北尾さんいかがですか。いろんな経緯を経て、今日あるんだろうけど、やっぱりセールスフォースを15年勤めたっていうのは非常にその後の人生で、いろいろプラスになりましたね。そういう意味では新しいクラウドっていう技術に触れ、そしてまた非常にインターナショナルな雰囲気の中で仕事をされてきたわけですね、だからそれが非常にプラスになられたんじゃないかなと思いますね。でも15年いていよいよじゃあ起業しようっていう感じ、それはいつ頃から思ってたんですか。起業するきっかけになったのは実は子供が生まれたからです。多分その子が、14歳なのか15歳なのか20歳なのか、多分人生の相談に来るんではないかなと。でその時に自信を持ってやりたいと思っていることをやった方がいいということを言えるということはすごくいいことなんではないかなと思いまして、昔からやりたいと思っていた起業をするということをその時に決断をして始めました。それは39歳の時ですね。で起業、39歳の起業というと、でも体力もあって、まあ、一番いい時です。来期っていうね、中国の古典の中に40にして40にして使うっていうことがあるんだけど、それまではずっと潜ってて、そしていろんな知識蓄えたり経験蓄えたりして、そこからまあ管理になるということで40にして使うと。40っていうのはある意味山の頂だと思います。自分の越し方ずっと顧みる、そして行き先もある程度こういう方向行ったらここへ着くなとか、ある程度のことが分かるのが40歳。まあそういう意味ではちょうどいい時に起業をされたんじゃないかなと思いますよ。その時にやはり考えたのは、何かをチャレンジしないということの方がリスクは大きいとは思いました。で私はその15年間セールスフォースで仕事をさせていただいたので、その時はやはり15年間分の知識と経験と知人ができていて、でこういったバックグラウンドを持って新しいことをチャレンジするということは逆に考えると大きなメリットではないかなというふうに考えています。いや、まあ、まさにその通りでね、今結構20代で、まあ、どっかで働く経験もなく起業と思ってる人がいるんだけど、少しやっぱり自分でしばらくの間地下に潜んで貯めると、これね、先行密輸、先行の線は潜るね、行は行う、密はまあ秘密の密、言うっていうのは用と書くんだけど、ずっと潜っといて、そして一生懸命自分を磨いて、そしてそのぐらいの時にパッと出てくるっていうのが一番僕は成功確率が高いんじゃないかなと。人脈もない金脈もない、そして経験もないっていう人ね、これがパッと出てくるよりも、まあ39で、それでしかも、セールスフォースみたいなグローバルなカンパニーに、しかもその成長段階から入ったというのは起業していく上で非常にプラスです。おしゃれな街として人気の渋谷区代官山。飯沼が代表を務めるコージェントラボはそのど真ん中にオフィスを構える。机やパソコンは並んでいるものの、まるでおしゃれなショップのよう。それもそのはず、もともと店舗だったところを居抜きで利用しているという。そしてもう一つ大きな特徴がある。お分かりだろうか。実は社員のうちおよそ6割が外国人。その国籍はなんと20カ国以上。コージェントラボはダイバーシティ企業なのだ。
どんな社員が働いているのか。こちらは AI サービス手書きを開発した中心メンバーの一人。開発を始めた当初、周囲からよく言われた言葉があるという。I mean, there are many challenges, but one of the things that people always ask, especially for the initial team, was how could foreigners kind of do Japanese language? It was mainly a foreign engineering team in the beginning. And I think that's a really perfect example which shows how this new technology can solve these kind of problems. You need to understand how to collect data, process data, have the good neural networks to process it.And so that's actually, I think, Tagaki perfectly illustrates this transition of how software is written. I think it's a very great team, and I enjoy it very much. I think the critical thing that we're really trying to achieve now is to have an organization where no single individual is critical to the operation. We're trying to have a framework where engineers, researchers, project managers, product managers, sales and management are working in a very intelligent organization. And I think having that reduces the risk and it can allow us to keep growing forward. ポルトガル出身のこの男性はデータ収集や分析をするリサーチの専門家。10年前に母国を離れ、ヨーロッパ各地を回りながらリサーチの仕事を続けてきた。 Google にもいたことのある彼がこの会社に来た理由は、やりたいことがやれるからだという。 My goals were to actually pursue my own research agenda. So when I joined Cogent, they offered me the possibility to do my own research into deep learning and artificial intelligence. And that's something I've always wanted to do. So this is a more long-term ambition, which means it'll take a few years until it actually comes to fruition and we have some interesting results. So obviously right now I still have not reached any of the goals per se, but I'm very happy so far with all the support I've received. So I've been able to do my own research, to craft my research plan, and I'm starting to have some ideas, and obviously with the support of everyone, I'm learning a lot, and it's been really great. So far I'm just having a really good time, and I'm hoping that the research I'm doing will eventually enable better artificial intelligence products that will be offered by Cogent.I love it. So every day when I come to work, I have really interesting conversations with everyone. It's a very relaxed working environment, which is great because... So by having the architecture that we have... 異なる文化や価値観の出会いが革新的な技術を生むと考える飯沼。ダイバーシティなオフィスはまさに飯沼の理想の空間だ。その、まあ、文化の違いと働き方の違い、そういったところは問題になってくることはないんですか？文化の違い、働き方の違いはいくつかのポイントで出てきていると思います。けどやはりそれぞれのアイデンティティが違うということをちゃんとリスペクトし合うと。でそうすることによって文化の違いというのはプラスになっていくと思います。なのでその文化の違いであるとか専門性の違いというものをどうやって一つにして新しいサービスを作っていくか。例えばまあ、コミュニケーションを良くするということに関するとメンバーから上がってきているのは、メンバー同士のシャッフルランチを企画してほしいという形で、まあ、これもシステムというかちょっと明日アルゴリズムを作ってるんですけど、月に1回ですね、いろんなメンバーがランダムに集められて、みんなで、ランチを食べに行くと、まあ、そういった形でこう違う部門のメンバー、違う国籍のメンバー、言葉の違うメンバーも一緒になってご飯を食べることによってコミュニケーションを円滑にしていくということも会社の中では取り組んでいます。いろんな工夫があるんですね。やっぱりいろんな工夫が必要なんですよ。一つの組織で大きくなれば大きくなるほど、どうやって同じベクトルに向かって進むようにするか、それとこのいろいろな会社のシナジーをどうやって働かせるかも大変なんですよ。うちもこういくつかこう大きな会議室にテーブルを置いて、でそこに予約制にしてね、何社かの人間が集まる時予約取れると、一社だけで予約釣れない、それからビールタダとかね、それからカレーライスが出ますとかねやれおつまみも出ます、そういうふうにして何社かのグループの会社が集まる時だけにそこを場所が使えるようにしようとか、そういう工夫をしていかにそこでカンバセーションしながらシナジーをそれぞれのところで追求していくかと、
こうじゃあ優秀な人を集めればいいという、まあ、そこで終わるわけじゃなくていろいろなことをやっていかないといけない、うん、人個別に優秀な人を集めてもそれを全部まとめて一つのベクトルに持っていく、開発するのもこういうことで開発しましょうって決めてみんながそこに知恵出し合っていく、まあ英知を結集するようなそういうスタイルにならないといけないですから ね、一人一人個別に優秀であるということ、うん、それだけで不十分なんです。犬山さんご自身はリーダーとして普段心がけていること、個人的にご自身で思って心がけていることってどんなことですか？こうリーダーというか代表をやらさせていろんなものを日々考えなきゃいけないなということは考えています。やはりビジョンを伝えるであるとか、あのお客様に接するだとかいろんなものもあるんですが、あのコアで絶対になくしちゃいけないなというものは、あの私は謙虚さ、あのヒューミリティというものだと思っています。あのどんな方に対してもあのやはり謙虚でいるということは、あのリーダーとして必要な資質だと思いますので、あのそういったものは失わないようにしていきたいなとは思っています。北尾さんはリーダーとして個人でこう胸に思っていることっていうのはどんなことですか？いやもう長年リーダーやってるとそうです、それも変わってくるんじゃないですか。こう思うところなんか思うということもないよねもうそれが当たり前になって、そう当たり前自然体になって、それでまあ、うまくいくようになってきたというような感じかね。で犬間さんは人々の生活の質を高めるということを目標にしてそもそも会社を設立されたというふうにおっしゃってましたけれども、はい、そこにはどんな問題意識がまたあったんですか？あの小さい頃からあのそういったですね、中小企業の中であの育った私としては、あの日本のものづくり技術の良さっていうのはすごくあの小さい時は体感をしていました。しかしあの例えばあの事務作業 の効率化できてない部分であるとか、あのそういったですね、やはりまだまだ行き届いてない大きな問題があると思ってましたので、それがまさに根底にあると思います。今までその聞いてた問題っていうのはどういうものが多かったり、はい、どういう傾向がありましたか？はい、中小企業の問題でいうと、あの例えばですね、あるお客様の場合はあのすごくいい技術を持ってる企業様なんですけど、後継者がいないと、うん、なんでかっていうと危険物を扱ってるからです。で注文はですね、あの資金なしに入ってくるんですが、あの従業員も少なくて、で息子さんは、まあ、あの危険物なんで扱いたくないし継承したくないと、けどビジネスは入ってきてるんですね。とはいえあの事務員の方がいらっしゃらないんで、入ってくる注文をデジタル化して企業の財産として貯めることができないと、そうしますと紙でしか残ってないと、これをこう継承していくって考えた時に、あのしっかりとした情報がデジタル化できていれば、日本の経済の中小企業の継承の問題というものは違う形でですね、続いていくんではないかなというふうに考えています。北尾さん、中小企業の事業継承よくおっしゃってますよね。いやもうこれは大きな問題でね、うん、日本にまあ382万社ってこの株式会社、有限会社、個人主こう合わせてあるわけですけど、大体2025年までにいわゆる経営者定年年齢というの70歳に到達する245万社あるわけです、はい、そのうち半分はね黒字倒産ですね。だからもうまさに大廃業時代に入ると、はい、いろんな理由があって廃業するんだけど、一つの大きなとこ問題点というのは将来なんです。果たして将来それでやっていけるか、うん、今までは何とかそれでやってきたけど、そこにどういう技術革新をもたらすかとか、はい、どうやってさらに合理化を進めて収益力を高めるかとか、そういうところがまあ、認識できない、知らないままでいる中小企業が非常に多いわけです、はい、特に AI なんていうのはそういう中小企業に導入されると、はい、いろんな面で革新を起こすと思うんですよね。そうすると廃業しなくて済むというケースが出てくるかもしれませんね。あのまさにあのいろんな先ほどの注文が入ってくるであるとか、あの請求書を出すであるとか、いろんな紙業務がやはりまだまだ中小企業の中に残っています。でこういったものをしっかりと情報をデータベースにしてあげる、そうすることによってこれを活用して新しいビジネスをやりたいという新しい企業家も出てくる可能性があると思うんですね。こういったものはその企業に対しての新しい将来を作ることができますから、あのそういった、まあ、試みに対して私たちのテクノロジーが一助になればというふうに考えます。北尾さん、犬間さんのこうした取り組み、将来大きなビジネスに発展していく可能性っていうのは大いにありますよね。あると思いますよ。まさにね、その時流に乗ってるっていうかね、 AI のマーケットっていうのはものすごい伸びると思いますよ、うん、日本でも出てるやつでも、これは20年と30年比較して、これは EY 総合研究所を作ってるデータだけど、うん、30年で87兆円、20年
で23兆円だから 14.2% で年率伸びていってる。だからこういう成長分野でおそらく僕の見通しではもっと成長率高いんじゃないかなというふうに思うのね。そういう まさにどんどん伸びるところに軸足突っ込んでるわけですから、その上非常にテクノロジーが高いしで非常にベーシックな手書きっていうところ、もうありとあらゆるところで手書きが今現在なされてるわけですから、これをどうテキストデータに変換していくかという、はい、もうそれだけ見てもね1兆円ぐらいのディマンドありますよ。だからものすごいいい狙い目だと思いますね。まさに AI の分野に対する期待値はものすごく高いと思います。で、ゆえに私たちのようなその AI の技術を開発して提供する企業というのはまさにコアの部分をしっかりと作っていくこと、でかつその中でビジネスを分かる方々としっかりとパートナーシップを作って、それを、まあ、マーケットに周知させていくこと、まあ、こういったことは軸足をしっかり入れないといけないと思います。ただまあその一方で、まあ、私も結構なアナログ人間なんですけれども、そうこうなんとなく苦手意識があったり敬遠するというケースもまだまだ残ってるところもあると思うんですけど、そこをこう突破していく、普及させていくっていうのにはどんなことが必要だとお考えですか？はい、そこはですね、例えば道路であるとか携帯電話であるとかインターネットと同じような感じだと考えています。簡単に申し上げると、お使いになる方はそれほどテクノロジーというものをあまり気にしてなく使ってると。で、僕らのようなその技術を提供する企業というものは、お使いになる方々の使うシーンをしっかりと理解をして、技術側のコアの部分はそれを洗練させていくんですけど、使っている方々に気づかれないような形で使えるぐらいの技術に洗練しないといけないというふうに考えています。エスカレーターじゃないですけど、なんかエレベーターも普段使ってるも水空気みたいな感じで、携帯電話はものすごいテクノロジー入ってると思うんですけど、す、ね、誰もこれを中を分解してテクノロジーどうなのかって多分決めてないんですよね。けど使うことの価値というものを皆さんは求めてテクノロジーを使いますんで、僕らはやはり技術の会社としては技術も洗練されたものを提供したいんですが、お使いになる方々の価値というものが何なのかということを考えながら提供することによって、使いやすいサービスはできると思います。こう価値を広める、みんなに伝わるように価値を広める、この点も大事なポイントで、ね、それは大事ですよ。だから、うん、そのこの技術がどういうもんであるかっていうのを分かってもらう必要ないんです、うん、だから使って便利、使って価値があればそれでいいでわけですから、プラットフォームを提供して、はい、後のことは何も考えなくて、はい、これで全部利用できますよと、こういう考え方だと思いますね、うん、それではまあ最後になりますが、今後のビジョンをお聞かせください、はい、まあ、長期短期いろいろあると思いますけども、はい、AI のテクノロジーというのはいろんな領域に使えます。例えば文字を読むという行為も日本語とか中国語とか英語を正しく読めれば、仮にですね目の見えない方に対してもそれを代わって文字を読んで、それを音声で提供してあげるということもできるような形になっていくと思います。なので例えば世界の人口の中で数億人いらっしゃいます、例えば目の不自由な方々に対しても、何かしら同じテクノロジーを使ってその方々に情報を提供できる機会が作れるんであれば、そういったことも取り組んでいきたいと思います。それは素晴らしいね。そうですね、うん、それにそもそも起業のきっかけがそのお子さんがいらっしゃること、はい、例えば父親としてはどうですか、どんなこと、どんな姿を見せていきたいなっていうのはありますか？ですね、恥ずかしいんですけど、子供が将来何をやるかって考えた時に、やりたいことやりなさいと言った時に、うん、起業してみたいって言ってくれたらすごくいいなとは思います。応援したいなっていう感じで、そこは多分私も小さい時に事業やってる父親を見て、おのずと自然と自分で何か会社を経営したいというふうに思ったものと同じものが自分の娘にも提供できれば、それは父親として良かったんではないかと。そうなんですね。なんかお父さんの側面もあるんですね。いや、それは不思議なもんですよ。うん、僕なんかもうちはそういう血なだから、結局自分で起業するようになっちゃったんですよね。うん、血っていうのは脈々と流れてる。最先端の人工知能でこう社会を良くしていきたいという飯沼さんのお話でしたが、北尾さんいかがでしたか？いや、今日も素晴らしかったね。はい、うん、まとめるとね、掃除っていう人の言ってることなんだけど、人皆有用の用は知るも、有用の用は知るも、無用の用は知るなきなりと、うん、まさにこの AI って無用の用なんです。だけどものすごい空気みたいに大切なもの、うん、目に触れるものはみんな分かるんだけど、無用の用は非常に大切なものだけども分からない、うん、そういう存在に
AI をしていかないといけないということだと思う。そうなってきたら、まあある意味で格差社会がちょっと是正されるかなと、そんなこと思いながら掃除を思い出してたんです、はい、そうですね。それをこう実際に実現していきそうな勢いのあるお話、気になる方ですね。非常にスマートな方だね、お話聞いてても非常にロジカルだったし、はい、うん、とても楽しい対談となりました。まさに AI をやってるような人だ、はい、そうですね。今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。また次回もお楽しみに。